ハロー YouTube、スポーツ部活チャンネルの立ち順です。ちょっと話、選挙が結構今あるんですけど、豊岡市長に、関さんが、関抜き、市長が、新市長がね、演劇の街なんかいらないっていうことを言って、まあ、当選したっていうので、で、ここ、演劇、僕のスポーツ部活チャンネルって、運動部だけで一応作ったんですけど、まあ別に特にこだわりそこまでなくて、ただめんどくさいっていうか、部活ってめちゃくちゃ嫌いじゃん。だからまあ僕が体育系なので、体育教師だったり、だったけど、演劇もね、一応ね、僕やってたんで、演劇部も一応スポーツ部活チャンネルって入ってるんですよ。まあちょっとね、検索してもらえるとわかるんですよ。僕のスポーツチャンネルに、検索したで、結構演劇を、学生の演劇を僕は応援していて、で、演劇ってコミュニケーションとか、こう、取るのにいいなと思っていて、スポーツやってる人も、あとインテリの人も、文化系の理系、文系理系の人も、なんていうんですかね、想像するっていうか、ちょっとやっぱやるとね、全然違うので、やってほしいっていうのは、で、このね、豊岡市って結構、平田織座さんっていうね、有名なね、作家っていうか、演出家の、まあ、作家さんでもある、有名な方が、こう、豊岡市がね、こう、バックアップして、昔の塚公平さんっていう人が北区に、こう、やってたんですけど、演劇を、こう、市を、町をこう、盛り上げるために演劇を、で、劇団員とかをこうね、と一緒にこうね、有名なね、こう、町おこしみたいにやってたんだけど、もう、いらないみたいな、まあ、コロナ禍で、多分、今回の市長選、もう演劇の街なんかもう必要ないと。って言って、まあ勝ったっていうので、まあ、ね、平戸織さん、織田さん、わざわざね、移住したのに、こんなことで通っちゃった。もう多分石投げられるっていうかね。まあ、だって、勝った方の市長が演劇いらないっつってんですからね。すごい、残念というか、まあ、キャッチフレーズで言ったと思うんですけど、せっかくね、そういう文化が、ね、作ったのにね、もったいないなぁと思っていて、まあ、こういうの言っちゃうとあれですけど、まあ、僕の愛知県もそうなんですけど、やっぱり僕はちょっと東京でね、こう、ちょっとだけ演劇をやってる人とか、今も知り合いいるし、役者さんでね、ずっと俳優をやってる方とかいて、演劇、僕はもうほんとちょっとだけしか感じない。ほんとちょっとだけしか舞台出たことはね、3回あるしかないし、ただまあ結構長い時間ね、いろいろこう、やって、やるんですよ、発表って。僕はまあ、ちょっと劇団のとこ入れさせてもらったりやってたんですけど、やっぱり東京じゃないと、まあ大阪とかね、名古屋でもね、結構演劇やってる人いっぱいいるらしいんですけど、やっぱりすごい、やっぱり、難しいのかなとか思って、この豊岡市もそうですけど、やっぱ演劇ってこの時間コスパが悪いっていうか、やっぱりこう、すごい作り込むので、ゼロから、映像じゃないので、で、役者やっぱりありきっていうか、まあもちろん本もね、大事なんですけど、脚本も。で、観客がいるっていう、まあ、コロナでね、この演劇も狭いところは見れなくなったるし、まあ、全然見れるんですけどね、本当は。ただ、まあ、そういう文化がどんどんなくなっていくっていうのは、結構、殺伐としていくというか、マーケティングとかね、誰が得とか、金が儲かるっていうことしか、が、それが全て正義っていう、思想がなると、もう本当になんか、あれですよ。本当動物的な社会っていうか、その演劇とかちょっとこう人間しかこう想像できないみたいな演劇なんか動物がこう演劇やるわけないし、まあそういうものがあるから人間社会っていうのはこう潤ったし、
面白いんですよ、生活してて。なんか金儲け、コンビニなんか飯食っていいもん食ってモテるとか、そんだけのだとだん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 殺伐としていくし、人間は人間を人間と思わなくなるような気がするんですよね。僕はなんかそういうのをいつも考えていて、なんかこういうキャッチフレーズで、あの関抜きさん、演劇の街なんかいらないで当選したっていうのは、まあ今こう貧ね、経済的にも結構苦しい人多いので、わかるはわかるんですけど、もったいないなと思いますよ。これもスポーツも、この傾向になるとスポーツも入っちゃう。まあ、今回、東京オリンピック、ちょっと近いっすよね、すいません。東京オリンピックでも、この意見出てくるような気がしてくるんですよね、だんだん。スポーツなんていらねえじゃん、みたいな。まあ、現に思ってる人結構東京でももう結構割といて、アメリカとかだとね、やっぱりね、文化人とかね、コメディアンとか、アメフト好きだったり、NBA 好きなんですよ。いろんな芸術家だったり。日本ってさ、こう、流れるじゃないですか、すぐ。自分でちゃんと考えて意見言わないから、そういうのなくなると、ほんとつまんない国になっちゃうし、まあ、僕はもう名古屋でさえこれ、市長を選ばれて死んだと思ってて、また市長やるわけでしょ、中川町をずっと。こんなの、うまく、面白い町になるわけないし、なんか、まあ、トヨタ自動車があるから、愛知県はなんとかね、生き延びられると思いますよ。やっぱり、巨大な国な、大企業なんで、トヨタが潰れることはないので、ただなんか、文化的にほんとつまんねえなっていう。なんか、こう、地方移住者とか増えてるけど、こういう演劇も、せっかく関西で、こう、ね、今、NHK の朝ドラでもなんかやってんのかな、喜劇のなんか、おちょやさん、なんかよくわかんないですけど、あれも、まあ、ああいうのを見て、結構演劇文化って、ね、落語とかもそうですけど、すごい大事なね、日本人の、なんか、いいとこを、ああいうのをやめちゃうと消すことになると思うので、良くないなと思って、まあ、もうやっぱり、スポーツもこうならなければいいなと思って、こう、本当にバラバラに、さらにバラバラになっていくなと思いますね。はい。まあ、唯一、やっぱりこういう演劇とかそういうのも、まあ、東京でしか活性化、まあ、大阪、東京でしかやっぱり、有能な人材は集まってこないし、見る人がいないと成り立たないので、そういうのを見るのが好きな人、演劇とか落語とか、まあ、ね、やっぱり大阪と東京だけですよね、そういうのをやりたい人が、やっぱ行くべき街っていうかね、まあ、大阪と東京比べたら東京の方が圧倒的にそういう文化は多いので、娯楽というか、なんかね、平田オリーザーさんもね、気の毒だなと思いまして、ひどいですよね。政治っていうのはすごい残酷ですよね。なんか、この当選した人も本当にそう思ってるんですかね。なんか、貧しい人だなと思って、ということです。それでは、バイ。